今前半が始まりました。 FC 東京対大宮アルディーチャ、勝ち点勝負ではありません。生きるか死ぬかの決勝トーナメントです。ゴール、 FC 東京。いや、立ち上がりから来ましたね。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。ちょっと先制しています。リードしたっていうことも大きいですし、やっぱり時間帯が早い、それだけ自分たちのペースでサッカーをやれるという意味では大きな一点ですよね、うん、そうですね。立ち上がりのセットプレーは重要ですからね。誰に当ててくるのか。ここは繋がりません。まだありますね、チャンス。おっと、これはやってしまったか。どうしたんでしょうかね。七海さん、今のゴールというかプレーなんですが、いかがでしょう。リードしてたのにもったいないですね。悔しいでしょうね。さあ大宮、思わぬ形で1点が入りました。オンゴールという形で振り出しになりましたね、はい、メンタル面も含めてここから試合の流れ、展開は注目ですよ ね。そうですね。追うという形、柔らかいボール、いいボールだと捉えてしまったが、ここからラインの裏ですね。長谷川に渡る、奪います。東、前につないでいきます。渡辺、いや、キーパーナイスセーブでしたね。ここはディフェンスです。これは奪い返します。前線へ出す、はい、ゴールだ。パスは通りません。一人で行く。さあスペースを狙う、渡辺シュート、ここ立ち越しのゴール決めています。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。一番上げてはいけないゾーンですよね。そうですね、最終的にやれるのはゴール前ですから、はい、あの辺の人がいなくなってしまうのは問題ですよね。なるほど。東、激しくボールの持ち主が変わります。ボールの雑魚のパス、さあサイドのスペースへ。さあ中誰が来る。3人、2人、精一杯のクリアですね。中央、家永、スペースを狙います。いや、面白いな。ズラタンに渡る、これは取りましたね。さあどう攻めるか。ここはすぐ奪い返します。ボールを奪います。どういった攻めを見せるのか、ね、おー、いい形ですよ。長谷川、ボールがこぼれる。誰に合わせてくるのでしょうか。ファールです。同点に追いつく大きなチャンスです。直接狙った、ゴー、再び同点。いや、また追いつきましたよ。さあ大宮、再び追いついています。ベンチワークとしても、それからピッチの選手たちもいろいろ試行錯誤してたと思うんですけどね、はい、この状況でよく同点ゴール決めましたね。そうですね。さあどんな攻めが見られるのでしょうか。コーナーキック、これは合いません。あー、よく戻ってきましたね。スペースを狙ってきます。いい展開ですね。ここで上げてくるか。ここで前半終了を告げるホイッスル。熱いゲーム。いやー、北澤さん、お互いに前半は2対2の同点で終了、後半へと続きます。奪われました。ここから組み立てていきます。
ボール入りましたよ。キーパーと1対1、ズラタンシュート、これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、ラストの受けても成功。コーナーキック、コーナーキック、さあどこに入れてくるのでしょうか。コーナーキック、出しました。ちょっと慎重かなって気がしますけどね。上がっていく、チャンスを演出できるか。ここで奪われます。クリアします。これは奪われます。長谷川、和田、あー面白い、このパスはキーパーへ。石川、上げてくるか。もうチャンスですね。このボールはクリアです。さあパスを受けてチャンスですよ。シュート、あーっとまだある。いい位置ですよね。どちらとも考えられますけどもね。直接しのぐ、こぼれる、このボール。さあこの位置、絶好の得点機でしょう。同点のチャンスです。直接セーナー、素晴らしい。さあこのチャンス、ものにできるでしょうか。ゴー、なんという展開でしょうか。失敗しましたね。力ありますね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、この采配は大当たりでしたよね。はい、ここの期待にしっかり応えてきましたよね。そうですね。さあ FC 東京、ここも食らいついてきます。監督が試合を封じ、前を向けるか。縦にボールをつないでいきます。いや、サイドから一気にチャンスになりそうですね。いや、中に今入ってますよ。チョヨンチョル、さあ打ちに行くか、チョヨンチョル。しかしここで後半終了、続いて延長戦となります。さあ後半ですけども、はい、やっぱり気持ちの締める部分は大きいと思いますね、うん、そうですね。延長戦どのような展開になっていくのか、ドラマがあるのか見届けましょう。さあご覧のようにゲームはすでに再開しています。 FC 東京同点に追いついています。うん、惜しくも奪われます。どのような攻めを見せるのでしょうか。奪います。延長前半8分です。インターセプト、延長前半9分経過。いいインターセプトですね。ここで取られました。中村、柔らかいパス、どうだ。おお、面白い。奪われました。カット、前につないでいきます。ここで奪われました。東、さあ抜け出した。いいボールですね。さあフラッグは上がっていません。チャンスでしたが取られてしまい、ここでホイッスル。あっという間の15分間でした。90分、大宮のキックオフでスタートです。さあ最後まで目が離せない試合になっています。あ、いい形ですね。いい形ですよ。中来てるのかな。来てる。さあ打てるか。
川野、右サイド上がっていく、縦にボールを送ります。取られます。言われましたよ、オフサイドですね。ギリギリのところをついたんですが、わずかに飛び出しが早かったズラタン。これはギリギリじゃないでしょうかね。さあ前線へ、ズラタン、チョヨンチョル奪います。ファールを取られます。これはつながりませんでした。東上がっていく、和田、カットされました。ボールを奪います。時計の針は止まらない。ボールがつながる、ゴールキックです。金沢、前線へのボール、スルーパス、前開きましたね。ズラタンシュート、来た、いやー決定的、素晴らしいグランダ製のシュート、決まりはしませんでしたけど、キーパーが取りづらいシュートだったと思いますよ。インターセプトします。中村、ズラタン、おーっとつながりませんね。ここで笛です。決着つかず、勝敗の行方は PK 戦に委ねられます。独特の緊張感がスタジアムを包みます。キッカーがボールを置きます。さあファーストキッカー太田、最初のキック、1本目はきっちりと押し込む。当然ですけど、先制すると先行の方が有利なんですよね。気合十分。さあどこを狙うのか、これはキーパー見切っていました。これは読まれちゃいましたね。ここを決めれば大きく勝利に近づきます。さあどこへ蹴る、決める、これで2ポイントリード。ちょっと差がついてしまいましたね。大宮、今のところ2ゴールビハインド、どうだ、これは大きいですよ。今のはいかがですか。そうですね、動き出しを見て読まれたんでしょうかね。東、3番目のキッカーです。コースは止めるの難しいですからね。ボールが置かれます。大宮、もう後がありません。
決めるか、決める。ここは次につなげました。今ヒヤッとしたんじゃないですかね。さあこれを決めると勝ちです。さあどうだ、最後しっかり決めてきました。 FC 東京 PK 戦の末勝利をものにしました。